いや僕ここで見てますんで頑張って来てください、急いでくださいって早く帰よ。いや初めてのお使いですね。帰りましたどうすか兄さん、いないっすね。もっと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 前もっと待て何環境汚染だな、君たちの子供たちにご飯をあげてんじゃないですか、うん、そうですよ、なんかいいやつじゃん。ボラといえばセルブルーラー釣り番組やります、プロ釣りヤーの小山です。ご覧になってきた来ました来ましたね、これ来ました時刻は、16時半ですね、夕方4時半になりました。兄が一人で頑張ってるんですね、ああやってまた呪いをかけてますね何がしたいんだろうダメだよ、釣っちゃダメだよ。さんが不思議そうな顔で一緒に一緒にあの空を見上げよう、釣りじゃなくって一緒にあの空を見上げようっていうムーチそれでフレームアウトしていくんですかフレームアウトしましたね以上ムーチ劇場でした。何してんのあの人何してんの、ハンドパワーっすか。ちょっと待っとけよお前、そのままな、そのままな、そのまま、そのまま、んどうかな、危ないかな、危ないかな、ちょっと戻るか、ちょっと戻るか、ちょっと戻るか、戻らない、ちょっと戻るか、戻らない。ただいま現場に訪れました。ここでは怪奇現象が起こるという噂があります。なんと釣り人がいないのに竿が恐ろしいですね。竿がなんだよ、見てください、おかしいです、釣り人がいないのに、釣り人がいないのに竿が、どういうことだったんですか。ちょっと行ってみましょう、行ってみましょう。現場の及川が、スーさんが本当なんか、本当なんか怪奇現象が本当なんか、不思議な空間から手がスルッテーと手がお分かりいただけただろうか。一人怪奇現象を楽しむ鈴の横を兄が500円の竿を持って通り過ぎていくのである。果たして彼は本当に500円の竿で大物が釣れるなどと思っているのだろうか。これ行ってみましょう。どうですか。来てる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 。カワハギじゃない、これ北枕じゃないかな。トゥトゥリーさあ待ってください、待ってください。ありましたね、やったよ、なんか釣り番組っぽくなったね、なったね、よしよしよし、オッケーオッケー、よいしょ、あ、もう死にそう。いや、まさかあんなボケかまして遅刻してあんなことしながらやっぱ釣るっていうね、なんなんすか、あなた。後で調べてみたいと思います。
じゃあ私も頑張ります。来てます。そこ。どこどこどこ。来てます。同じやつだ。同じやつですね。私も釣り上げますよ。じゃあ。いそいそ。よいしょ。よいしょ。わお、もう。一回ちょっと。そのまま。いい。同じ種類。このままいきます。危ない危ない。というわけで同じタイプ。なんだこいつは。こいつは今すごく腹が減ってるんでしょうね、このグループは。はい、というわけで2匹目。じゃ代わりにすみません、待ってもらっていいですか。いいっすね。いいっすね。あ、来た感じのね。いい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 いふぅあと、アニさんだけですよ。あれだけ俺だよりも俺だよりも一番俺だよりも一番時間をかけてここの釣り場にいたのに。そうだよ、釣りたいんですけどね、うん、眠いっすね。さすがに夜勤明けの兄きついか。年には勝てない。もうちょっと頑張りますよ。夕日が切ない。ちょっとね、なんか太陽に吠えろ流したい。テレレテレレ今多分ね、画面に重色って出てますよ。2匹上がったのはでかいよね。でかいですね、今回。ぶっちゃけの話、俺一番最初にハグ釣ってから。ティリリ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 リティリリティリリティリリティッティッティなんでフレームアウトしたのお前が。時刻は6時50分になりました。というわけでまだギマ連発からですね、残念ながら当たりはないんですけども、竿をですねガンガン出しておりますね。もうこれでもかっていうぐらい出しておりますね。投げてるの上げてみちゃいますかね。さあ来てるのか来ていないのか来てるのか、きっと小指でいっちゃうよみたいな、小指だよもう絡めちゃうよみたいな。素晴らしい当たりなし、ええ、多分当たってたらもうガン巻きしてるでしょあれは。ドキドキドイチネンス兄、ドキドキドイチネンス兄、見てください。見てください。ハゼです。見てください。さらにちっちゃくなってます。持ってんなあの人。全然引かねえの。あの人もうこんな風に巻いてたの。あの人すげえな。すげえな。持ってんな。あの人持ってんな。ハゼ王って呼んでくれ。ハゼ王。ハゼ王だ。ハゼ王。ハゼ王だよ。ハゼ王。ハゼ王。ハゼ王。とりあえず定期報告的にはハゼ1匹でよろしいですか。今のところ。ハゼ1匹でいいですか。今のところ。まあとりあえず計2匹。俺リードします。数ではね、数では確かに、ね、確かにリードしてるわ、うん、リードあんなところに、ちょっと見てくださいカメラさん、何ですか、あんなところにカップルが言ってくれって何やってんですかあの人。一人カポをやってます。あれ人バカなんじゃないの。あの人はね、一人カポをやってました。あー落ちた落ちた落ちた落ちました。あんた何してんの。アベックやばい、やっぱ夜の海はね、うん、反応ないっすね。来てない感たっぷりで。あー来てねえか、絡まっちゃってますね。
はい、というわけで本日の修理、今何時ですか？今は、8時半です。8時半ですね。終了いたしました、はい、何を探してるの？ UFO はいないぞUFO はいないぞ、暗い怖い、そしてだんだんフレームアウトしてるから戻ってしょ、デイジー、ちょっとすいません、バッグも素晴らしいし、そうですよ、そう今日は何て言ったって、釣れちゃいましたね、釣れちゃいました、全部で何匹？4匹、釣り座様、釣り座様ですよ、小指ですよ、サイズは小指ですよ。まあ俺が勝ったってことね。ちょっと、それなんだよ、ね、それ言われるとね、間違いないんだけど、一番釣ったの俺だ、これだもんね、これこれだもんね、これだもんね、完全に。いやでもまあ一応2対1対1、そうですね、そう私とあのすずさんはあの、まあ、ギマ、ギマね、ギマ、何ギマって初めて知った、なんかヌルヌルするカワハギみたいな、ヌルヌルしてんの、ヌルヌルしてた、ヌルハギ、ヌルハギ、ヌルハギ、口はこうだと思う、一応ね、うん、うん、はい、まあとりあえず一旦締めという形な、今回は、はい、ドラゴン坊主、はい、坊主じゃありませんでした、はい、というわけで皆様、はい、あのチャンネル登録よろしくお願いします。画面のどこかにあると思うんでそこをクリックしてください。はい、スマホの方はですね、概要欄の近くのところにチャンネル登録ボタンがあると思いますので、はい、そこをクリックお願いします。はい、それからですね、兄のフェイスブック、はい、それからすずのフェイスブック、はい、ツイッター等はですね、概要欄から行ってください。お願いします。最近なんかお客さんがそちらの方に、はい、お邪魔したらしいですね。そうなんですよ、そうなんですよ、はい、TV から来ましたということで、はい、ありがとうございます。嬉しいことでございます。ファミリーだぜ。2人とも本職はあのアーティストで歌を歌っておりますので、ただのあの賑やかしじゃないので、そうっす。注意事項ですね。なので、まあ、ライブとかもね、はい、あの Facebook の情報から行ってほしいなと思うんですけども、はい、という形なので、はい、以上ケイジでした。はい、兄でした。スズでした。釣り座様。おぉ、4匹ですよ。じゃあ最後にあの恒例の釣り体操で終わりたいと思います。ありがとうございました。お釣り行きます。おい、釣れたぞ、釣れたぞ。あいつら30代だぞ。完全に自分のタイミングじゃなかったですね、今ね。投げてください。投げてください。投げてください。ボッとボッとしてますけど。もうちょっと遠投に、もうちょっと遠投にこう。じゃあすみません、ちょっとお二人ともあの釣れるの前よ。釣れるの前、はい、どういうこと？あれだよ、あれ小学校の時やってたじゃん、釣れるの前、釣れるの前だ、兄がこうやって、俺が弾きまくる。完全にアドリブだこれ。完全にアドリブだこれ。よし、キーッサーおおおおおおもう、あもう、いいですね、あげなきゃよかった、いいですね、これが釣れるの前だ、釣れるの前だ。いや、完全にお前、兄見切れちゃったよ、お前。いや、これで、今ガンかけたんで、はい、必ずハゼが来ると思います。